四郎梅か。こんにちは、猫にゃこです。まあ、夏でかなり暑くて頭がボサボサになるので、急遽宿毛を当てました。まあ、当て方は何度もアップしてるんでね。まあ、でもこの間に、当ててる間に、これですね、Amazon から届いたんですよ。これ猫の自動給餌器ですね。こちらです。ここが、まあ、時間になったらガラガラって出てくるんですけどね。で、時間が全く動きません。まあ、故障したということですね。夜の21時56分。もうここから全然動きません。なので新しいのを買いました。そして4郎ですね。若干前より小さい。あ、こちらですね。そして、あ、おー、いいね。あ、組み立て式もしかして。え、どうなってるんだ多分上から開けて、最初はめんどくさい。あ、こちら機械ですね。これで管理をするわけでしょ。これ開けますね。多分こうでしょう。こうでしょうね。よいしょ。あ、ここに、あ、電池。あ、停電の時のための電池ですね。時間が来たので、2台です。さて、組み立てました。こうですね。そして電源を挿して、あ、両方この端子珍しいですよね。ここに挿します。あ、電源がつきましたね。満タン入れときますね。あ、結構入りますね。あ、前の給餌器よりもかなり入ります。よいしょ。おい、ヨンロ食うな。おい、食うな、お前はもう。閉める。もう、ヨンロもういい。おい。ちょ、もういい。よし。結構バタバタでめんどくさいですね。セットが完了しました。まあ、時計と、あと、ご飯の分量ですね。そして自分の声を登録できるみたいなんですよ。まあ、ご飯が出る時の音でしょうね。宿毛を当てたっては、まあ、髪の毛がペタンコになるのがちょっとデメリットですね。さあ、自分の声を録音してみましょうね。マイクボタン長押しで、四郎ご飯だよ。あ、これでいいですね。四郎ご飯だよにしましょう。15時59分ですね。あと1分です。四郎ご飯だよ。おー。え、出てこない。あ、出てきた。あ、出ましたね、出ましたね。おー。出てくるの遅い。あ、2回言うんだけどね。ということですね。まだ四郎にリリーサーが働いてない状態なので気づいてないかもしれません。まあ、後で食べるでしょうね。こう出てるんでね。あ、バタバタですか。熱い。ようやく気づきましたね。四郎梅か？まあ、これから声でも気づくようになるでしょう。